こんにちは。ジョビナイスキッチンのロサナです。よろしくお願いします。今日は栗の渋皮煮作ります。栗をお盆の中に入れて、たっぷりの水が入って、一晩に寝かせます。これは一晩に寝かしたものです。今からムキムキをします。一晩寝かすと鬼皮が柔らかくなって剥きやすいになります。はい、この感じで気をつけて剥きましょう。鬼皮が硬いですから。ミスで寝かさないともっと硬いなんです。できるだけ傷が入らないようにしたのがいいんですけど、入っといたらもうそれは仕方ないです。私も結構入ってたんですから、それをそのまま使います。美味しいですから。はい、この感じで、こっちも硬い皮です。ゆっくり、これも傷が入ったので、このちっちゃい先っぽのとこ、これです。でもそのまま使います。はい、全部を剥いたので、今からこれは炊きます。鍋に水が入って、その中に栗を入れて、重曹を入れます。これを20分で弱火で炊いていきます。同じことで3回繰り返し炊いていきます。汚い水が出るので、また台所に持っていて洗います。ザルを用意してください。ザルを使ってこのお湯を流して洗います。こんな感じで、重曹が入ってるから軍手を使って洗います。で、水に流して洗います。このザルを使うのが1回目、2回目の時は使いますけど、3回目の時はザルなしで洗ってください。この感じは3回の時はできないです。そのまま鍋の中でお湯だけをこぼしてまた入れ替えてください。これで今から炊いていきます。3回炊いて終わった後に、次はボシボシをします。竹串を使ってこの感じにこそります。優しくしてくださいね。これが傷が入ったら、またこれも割れる原因になります。はい、この感じに掃除します。これは自分で炊いたらものすごい安くなるんですよ。買うとはもう高いなんですから、もう頑張って炊きましょう。これです。綺麗になりました。はい、もう一回します。こんな感じです。全部掃除終わったらもう一回炊きます。その2リッターの水で1時間炊きます。はい、この感じで鍋の中に入れて、グラニューも入れて炊いてください。1時間終わった後にそのまま放置して、一晩で置いてください。これは一晩放置したものので、この感じになりました。はい、それではまた次の動画で会いしましょう。またねー。バイバーイ。